こいつを混ぜていきます。こう乗せていくわけですよ、これを。どうも、リュウジロイズさん、リュウジです。ということでですね、2本目ということで、私今回あれを作っちゃいます。サンドウィッチです。サンドウィッチです。これ2本目です。1本目で2杯ぐらい飲みますよね。だからまだ全然平気です。まあ旬のね、春キャベツ、まあ旬って言ってもまあもうあんま旬じゃねえかな、この動画が出る。うちに春キャベツがあるので、春キャベツ使いたいと。そんな時に一番いいのがオーロラキャベツサンドです。ということでですね、今回使っていくのは、キャベツサンドを使っていきます。ということで使っていきます。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、材料説明いきたいと思います。まずですね、今回はキャベツサンドということで、キャベツです。で、今回春キャベツで、春キャベツじゃなかったら冬キャベツでもいいので、だいたいね、これ2枚です。2枚分 120g 結構使います。キャベツサンドなんで、キャベツ主役なんでね。あとロースハムが2枚、スライスチーズが1枚、あと6枚切りの食パンが2枚、あとは調味料が概要欄に書いてありますので、チェックしてみてください。チェックかな。でですね、今回作るオーロラキャベツサンドなんですが、実はね、ドラマとタイアップしたレシピなんです。虹色カルテっていうドラマ、皆さん知ってますか？高畑充希さんのね、あれですよ、お医者さんのやつ。なんとドラマの劇中でこのオーロラキャベツサンドみんなで食べてます。これそこで僕も負けじとタイアップしていきたいと思います。今回のタイアップはこちらでございます。今回のタイアップはこちらでございます。アルチューマシーン、ハイボールとのタイアップということです。はい、僕とハイボールがタイアップしたら結構すごいですよ。ということで、虹色カルテに負けないように桜色ほっぺりゆうじになっていきます。あー、いやー、このタイアップ最強だわ。全然負けない。ということでやっていきたいと思います。じゃあまずはですね、まあ、何はともあれこのキャベツを切っていくんですけども、キャベツはね、2枚剥がしたものでございます。で、これをですね、ちょっとね、葉脈をね、この芯をね覗きます。一回これ芯覗いていきます。で、重ねるんですね。キャベツの切り方っていうのもいろいろあるんですよ。もう今回はですね、この葉脈にこうやって繊維があるんですけども、ここに逆らって切っていきます。はい、そうするとね、結構ね、少数の食感になります。こうやってまあ押しつぶして、ちょっとね、太いところがあって、それはそれで食感のアクセントになって楽しいので、まあご自身のできる範囲でやってっていただければ、これ幸いと思う所存でございます。はい、こんな感じですね。はい、でそしてじゃあ芯はどうするのかっていうと、芯も食べます。これはで芯はね、まあ、ちょっとこう、こんな感じにして、芯はねちょっと太いから斜めに、ちょっと芯の部分が太いんでね、食感のコントラストが生まれて美味しいので、で、ここまで一回こう半分に切ってから斜め切りしていった方がいいかな。芯の部分もちゃんとね、美味しく食べられますのでね。で、面倒くさい方はね、千切りキャベツ買ってきてしまってもいいんで、はい、ただね、手切りの方がキャベツ感が残るので美味しいと思います。はい、もう芯はこんなもんかな。で、混ぜていきます。まずキャベツを千切りしたものをここに入れていきます。そしたらここにマヨネーズ、まあ、大さじ2ぐらいですね。これぐらいかな、ね、大体ね。で、ケチャップです。ケチャップも小さじ2、大体これぐらいかな。で、これがオーロラなんですね。はい、で、ここにこれだけだとちょっとね味が弱いので、いろいろ入れていきます。まあスーパースタードですね、小さじ1より少ないぐらい、1弱ぐらい、これぐらいですかね。粒マスタードの風味と酸味を加えていきますね。あと僕の大事なコンソメでございます。コンソメは小さじ3分の1入れます。これを入れることによって野菜自体に旨味をもたらしてですね、ものすごい美味しいフィリングを作ります。ブラックペッパーです。ブラックペッパーを入れます。ブラックペッパーも、まあ思ってる2倍ぐらいですね。はい、そしてこいつを混ぜていきます。混ぜ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 、ドレッシングを絡ませておくことによってパンとの調和をね実現しているわけです。はい、そしてここでおもむろに、ふー、
勝ったわ。第3部完。はい、ということでサンドイッチを作っていきます。そういたらですね、6枚切りの食パンを2枚用意します。で、ここに乗っけていくわけですよ。まずね、バターをね 2.5g ぐらいずつ、これ常温のバターなんですけども、こうやってぬりぬりしていきます、ね。これじゃあなんでバター塗るのかって言ったら、パンに塗ることによってこのバターの油分でですね、パンに水分が、野菜の水分とか染みないっていう意味合いがあるんですね。なのでこれはね、すぐ食べるんだったらそんなにしっかり塗らなくてもいいんですけども、お弁当とかで作っていく場合は必ずしてくださいね、これね。じゃないとね、パンがボッシャボシャになっちゃうんでね。こっちにやっていきます。はいはい、ということでですね、じゃあ具をボンボコボンボコボンボコ乗せていきたいと思います。チーズは別にピザチーズとかでもいいですよ。今回ね、スライスチーズ使ってますけども、味あんま大差ないんでね。はいはい、これはい、これはい、これチーズはね、1枚、あの好きな人は2枚入れてもいいです。からの、こうさっきのキャベツドラッセンで、こいつをね、片っぽにねこう乗せていくわけですよ。これを臆することなく乗せてください、これはね。もりもり、はい、じゃあですね、そしたらこっちをスパイルダウンしていきます。スパイルダウン、そしてちょっと押す、ちょっとおっぺしてくださいね。そしたらあとは包むだけです。これをこう、そしてここをこう折っていただいて、あとものをここから、ここからこうですね。はい、ちょっと丁寧に包みましたけど、でこれでまあ、ちょっと押して、ね、ガス抜きをしまして、綺麗に包めましたね。で、こいつをカッティングしていきます。じゃあオープンでございます。オープン、どうですかこの断面、この断面を皆様に、皆様にお見せしたかった、この断面を。じゃあ、まあ適当な皿に乗せたんで完成です。はい、では食べていきたいから、食べていきたいから食べます。いただきます。じゃあかぶりつきたいと思います。いただきます。あ、これはうまいわ。もうね、挟んでるキャベツがドレッシングでちょっとしなっとなって、これがね非常に味付けがうまい。通常8枚切りなんですけども、6枚切りちょっと厚めにしたパンと非常によく合います。でもチーズとハムのアクセントも合いますね。だからお野菜こんなに使ってるのに、ものすごくですね、圧倒的に満足感のあるサンドイッチになってます。もうね、シンプルにものすごい美味しい。これはね、お野菜取りたい方も非常におすすめです。ということで、サップチャンス、サンドイッチ大好き人間。お花ですか。はい、お花ないんで、ちょっとお花いやいや酒水酒でいい。今酒水酒で、酒水酒でお願いします。はい、ありがとうございます。いただきます。うまっ、具がすごいですね。限界まで具を詰め込んだサンドイッチだから、ラップつけたもん。なるほど、うん、めっちゃうまいですね。ちゃんとこの野菜に味付けてるから美味しい。めっちゃ美味しいです、これマジで。ありがとうございます。ということですね、このお弁当のバッチリなこのボーラキャベツサンド、ぜひ皆さん絶対やらない。実はね、僕このリュウジのバズレシピっていう動画はですね、なんと公開日の1ヶ月前に撮ってるっていうですねはい、そういう裏話がありまして、そういう感じなんですよ。はい、なんでこれがいつ投稿かわからないんですけども、旬が終わってる状況があるかもしれない。キザクラミですね何言うとんの手のひら返しがすごい
応乗った程度結構頑張ったんですけど、ギリギリ。キザクラリっていう結構いいパワーワード